はいいどうも里中チャンネルでございます、えー、今日はですね、Amazon で購入した GrandXLTE、えー。これをですね、えー、結構もうどれぐらい経ちましたかね、1、2ヶ月ぐらい使ってみたので、えー、その間の使用感レビューなどをやっていきたいなと思います。はい、えー、まずね、これねあの、電源のオンオフの時のね、この何て言うんだろう、こう立ち上がる時の画面がですね、なんかこの安いのにね、 やったら高級、高級感っていうかね、なんかこう偉大な感じがするんですよ。はい。このブルー、なんだこれ。えボールド・ライク・ US? なんだなよくわかんないけどね。こう、こいう、この画面から始まってね。もうなんだろう。このね、始まりの音。これがね、笑っちゃうぐらいね、大層なもんなんですよ。ほら。 <laughs> なんかね、いやいやいやそ、そこまですごいかみたいな、なんかね、色はなんかちょっとね、安っぽい感じするんだけど、この、ふわーんっていう、なんかね、この壮大なイメージをね、連想させるような、この <laughs>、始まり方ね、もうちょっとポップだろうと思うんだけども、はい。このね、スマホのスペック、一応、どんな感じかっていうのも、改めてね、説明すると、これ、アメリカの会社なんですね、ブルー、BLU って書いて、ブルーという会社なんだけども。 えっと値段がね、これ当時4680円で買ってたんですよ。安かったんでね。で、今はね、もうちょっと高いかな。まあ、時々ね、セール特価で出たりするんで、あのまあね、ちょっとまあ、遊びがてらあの購入してみるといいかもしれませんね。ちょっとね、メインで使えるほどの,あの <laughs> 高性能差はないんでね、ちょろっと使う分にはまあいいのかなという感じで。 えーっとですね、まずディスプレイサイズが5インチで、解像度が 1280×720ppi っていうのあ、2900、1294ppi ということでございます。はい。で、CPU の方がクワッドコアの 1.25GHz ということですね。何の CPU かわかりませんけど。で、OS はね、Android 7.0なんですよ。NUGA がついてるんでね。 まあ一応その画面の分割とかもできますけど、まあ多分そこまでなんか耐えられないような感じです。はい。で、まあ 4G LTE にも対応してるよと。これはまあ g r a n X LTE っていう名称ね、そのまんまで。150Mbps の最大通信速度が可能と、はい、いうこと。カメラの方が、こちらのメインが800万画素と、こっちが500万画素になってます。えっ、ー、とね、結構綺麗ですよ。結構綺麗。 あの写真撮っても綺麗だし動画撮ってもなかなかのもんでしたこれがねこの値段の割にはあの優れているところかなと思いましたねでねまあちょっと残念ポイントがスペックでですねメモリが1ギガストレージは8ギガしかないですなのでね入れるアプリもよく考えてやんなきゃいけないしメモリも1ギガしかない a アンドロイドヌガーでね1ギガあったらねかなりもっさりしますね で、バッテリーは 2400mAh なんだけど、結構早く消耗します、はい。ここまで言うとね、クソみたいな端末なんだけど、それでもね、僕これが好きなのには、まあちょっといろいろ訳があります。はい。えっと、まず、えっとね、まあ、これ一応アルミなんですね。 放熱性は結構高いです。で、やっぱりちょっと何にするしてもね、ここがすぐ熱くなりますよ。はい、すぐ熱くなる。まあ、それだけは、放熱性が優れているのか、もしくはただ単に発熱がひどいのか、わからないんですけどね。うん。あの、まあ、そういうここ,ここ結構あったかくなります。はい。もう全然、さっきから褒めてないでしょ。 はい、で、ここはまあそうアルミボディになってて、ちょっとまあ分厚いし、重いし、ここガラスになってますね。まあ、ガラスはいいんですけどね。で、最初からね、保護フィルムが貼ってあったんで、僕ね、そのままにしました。ここにこうあの外る、外すためのプルタブがついてたんだけど、これはね、カッターで切ってね、そのままに使っています。もう、なんていうの、この気泡が入ってるけど、うん、まあいいかなって感じでね。うん。えー、というような感じでね、やってますね。 この横に SIM カードスロットがついてて、ここでピンで外すとね、えー、っと、まあ、デュアル SIM スロットになってて、えー、っとですね、シングルスタンバイです、えー。それからマイクロ SD カードとハイタリオになってますので、マイクロ SD カードを入れる場合は SIM カードは1枚だけ、えー、いうことになってますね。ここに電源ボタンもついてて、こちら側に音量ボタンがついてると。電源ポートは下側。 マイクと,、えっとヘッドボーン3 5ミリのねイヤホンジャックこちらもえこっち側についてます下側ですねはいインカメラあとこの辺はセンサー類ですねあのこれこれねインカメラにシャッターついてるんですよすごいでしょ <laughs> こういうところがねアウトカメラももちろんフラッ,あフラッシュかシャッターじゃないフラッシュねフラッシュがこことインカメラもついてるというところがね あのなんかこうすごいいなと思いましたね僕はねあんまりこういうのは使わないですけどもなんかこうね暗いところで撮る方にとってはねいいのかなと思いますね。でねえっとあ僕ねこれ何を評価してるかというとですねここなんですよねこれ本当ね何回も言うんだけど。 他社さんも見習ってほしいんだけど、ま,あ、まず一つ、プリイリングアプリが少ないってこと。えー、っとね、まあ、ストレージが少ない関係で、アプリも大して入れられないんだけどね。えー、っと、まあ一応、ここはまあほとんど使うんだけど、まあ、ここを自分で入れたやつかな、スマホ最適化とか。これあった方がいいですね。スマホ最適化。これまあメモリを開放して、動作を軽くするという、まあ、こんな感じで、はい、かいあの動作をね、軽くしているので、これまあ結構利用した方がいいですね。 で、スクリーンフィルターっていう画面をね、ワンタッチでクリック、クラックするやつ。あの、ベッドとかでね、あの夜、真っ暗闇で見るときに、このアプリがあったら、暗い闇で、暗いところでもね、えっと、明るすぎずにね、えっと、目の負担を軽減することができます。この他に入れたのは、まあ、ツイッター、ツイキャスライブ、うん、あとはね、オープンカメラっていう、あのサードパーティシティのカメラアプリを入れました。これ入れればね、あの、外部、 マイクをつけて録画することが可能になりますお、なんか着信来たわ。えー、っと、他には、そんなところかな。あと、まあ、Google ドライブで、まあ、ファイルを直接と他の端末とこう共有、あ、ごめんなさい。あの、しちゃった。共有するときなんかに使えるかなというところ。あとは、えっと、Chrome ブラウザを入れました。はい。これ僕使うんでね。標準の、あの、インターネットエクスプローラーみたいなやつは、あまり、 使わなかったんで。プリンアプリも,もこんな感じですよ。はい。もうほとんど。緊急警報なんかあるんですね。うん。まああと FM ラジオ。これはちょっと周波数がちょっと少ないですけど、はい。一応は入ってますね。うん。まあこんなところで、プリンアプリが少ないということでですね、あのー、もうとにかく動作のね、癖がないんですよ。あのー、 え動作は重たいですよ。そんなに速くないけど、あのこうやったらこう動くよねっていう、その Android の,のネクサス7、ね、Google のネクサス7と、あんな感じで使えるんですよ。なんか持った感じの重さもね、ネクサス7みたいな感じですよ。<laughs> をなんかほうとさせるような感じですね。で、あとは、まあ、こっちにスワイプするとね、あのニュースが。 もう一覧で見れる。で、このニュースもね、自分が知りたい情報だけ、あの、チョイスできます。僕、まあ、自動車とね、ガジェット関係が好きなんで、その辺のニュースがね、見れるようにしてますね。これ、便利。で、もすぐ天気予報、高岡市の天気予報も、すぐ出てくるしね。このあたりは結構使えます。OKGoogle、OK、もここに今、入ってます。OKGoogle、OK、っていうのは、これ、Google 検索ね。うん、それもついてます。天気もほら、ピ,ッ,ピッて、ピルルルルルと。これ何、何 ?Google の純正なのかな うんまあ、こういうふうに天気24時間天気とか週間天気を、まあ、すぐにねゲットすることもできます。で、まあ、天気に関するニュースなんか、ね、多分 Google 純正のやつかなと思うんだけどね。うん、でねやっぱりこの端末代金が安いからさあのこの間もあったんだけどさこれはなんかこうちょっと動画撮ろうかなと思ったら手が滑ってガタンって落としたんだけどこの落としてもさあの。 心は傷つかない本体は傷つくんだけどあの心は傷つかないあんまりダメージが少ないっていうその何て言うんだろう手軽さ身軽さ、うん、やっぱり本体が安いからなんかちょっと傷ついたぐらいでもいいじゃんっていうなんかこうなんかねそういう,こう気楽に使えるところなんかちょっとでも傷ついたらこうなんかこうね高い端末だったらちょっとこう気使うじゃんでもなんかその気を使わずに何かこうちょっと使えるっていうところ、うん、そのあたりは あの日常を使うスマホとしてはねそっちの方がいいんじゃないのかなっていうところとねであとはまあやっぱりその、まあ、僕 YouTube をやるんでね YouTube に関する機能はあの滞りなく使えるというところ、まあ、ツイキャスライブをしたりあと YouTube ライブもこれでできちゃうし うーんとね、カメラファイライブはダメだったのかな入ってないってことは、うん。カメラファイライブはダメだったかもしれない。確か解像度が合わなくてね、対応してなかったんですよね。ただ YouTube 純正アプリを使ってのライブ配信できますし、これでね、このカメラアプリで撮影して、それを YouTube でアップするというような使い方は全然できました。はい、あとマップの精度です。ね、精度。これはね、 えっと、半径30メートルぐらいありますね。一応 GPS はついてますけど、ジャイロコンパスタがないので、えっと、方角まではあ出すことはできません。ただあ、カーナビとして使う分には十分でしたね。あのー、別にそんな大幅に外れたりするってことはなかったです。カーナビ程度の使用用途では十分かなと思いました。えー、この他ね、あれも大丈夫。うん、僕は Amazon プライムミュージックで音楽を聴いてるけど、あれ聴きながら、 Google マップとかでまカーナビを使うという用途は問題なかったですね。なので何が苦手かあったらこうこう動かすものなんかこう例えばこう撮るだけね YouTube でアップロードするだけ YouTube の動画を見るだけっていうのは問題ないただこうこう動かすもの例えばこうゲームとかねあの辺は苦手ですね。文字打ちとか文字打ちも苦手あのやっぱりキーの反応がね 鈍いですね常にスマホ最適化を使ってメモリを解放して、まあ、動作を軽くして使うとこういった工夫は必要かなと思います。あ,のあんまりこういいことを言ってないんだけどもなぜ僕これ使ってるかって言ったらねもうやっぱりこの癖のなさに尽きるっていうことと,、えー、と動画撮影は一通りこなすってこと。 えー、メインとして使うにはちょっときついけど、一応私この中に SIM カード、えー、とソネとゼロ SIM を入れてで、これ外に持ち込んでね、まあ、ちょっとネットニュース見たり、天気予報見たりとかっていう使い方、あとはちょっと写真撮ってね、SNS で動画、ツイッターをね、あのこんなのありましたみたいな感じでアップしたりとかっていう使い方をしてます。まあ、時には、ね、これで動画を撮影して、と結構ね、えー、YouTube 動画、これでアップロードしたのが何本かあります。 はい、それでもまあ使えるというところですね。うん。まあ安い端末であるってことですね。これ逆だった箱。アマゾンってね、あのー、一時期、えーと、例えばその他のね、あのー、ガジェット関連、例えばその eTrend とか NTTX ストア、あの辺と比べるとね、やっぱりこう価格面でもう負けてたんだけどね、最近はね、こういうなんか面白いガジェット、 うんそういうところに売ってないようなものが、まあ、結構あってね、えー、口っこ、まあ、細かくチェックしていくとね、なんかこう時々掘り出し物とかで出てきます。このスマホとかタブレットとかね。まあ、動画説明欄の方にリンクを貼っておきますので、あの興味のある方あー、チェックしていただければと思います。と、はいう、えー、わけでね、えー、今回はこの Amazon で買ったグランド XLT をねしばらく使ってみた感想なんかを言ってみました。えーまあ、この他にもね、あのー、いろいろ使って、 あのまあこれ多分ずっと使うと思うんでね、えー、時々ね、あの、この僕のチャンネルに登場させて、こんな風だったよっていうお話をね、また随時、あの、紹介していきたいと思います。えー、って感じでね、うちのチャンネルでは、こういったスマホとかタブレット、あとはね、あ、こういう、はい。 レンタルの、ね、Wi-Fi ルーターとか、まあ、こういった情報を動画にして配信しております。えー、このチャンネルが面白いな、役に立ったと思った方はね、えー、ぜひチャンネル登録していただければと思います。えー、というわけで、さとちゅんチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。